皆さんおはようございます。本日は島根県浜田市に来ております。カゴ釣りで西沖ハトに渡ろうと思っております。それでは本日も行ってみましょう。西沖ハトに来ております。かなりの人が多いようですが、そこかごでこれから準備してやっていこうと思います。ではよろしくお願いします。本日風は南東2メーターから3メーターぐらいですね。潮は大潮でございます。聞いた情報によると、棚は竿2本からスタートする方が多いそうなんで、竿2本でやってます。針沢は3ヒロ取ってます。まだ1投目なんであれですけど、餌が丸々残って帰ってきてます。まだ暗いんで今日電気浮きつけてやってます。最近の釣果はしけで出れなかったそうなんで、あまり釣果の方は聞けれてはいないんですけど、青物だったらハマチ、あとはカツオ、それがちらほら上がってたというのは聞きました。で、皆さん電気浮きを結構つけていらっしゃるんで、底かごの方が多いようです。西沖は底かごする方が多いと思うんで、それ以外の釣りをしている方は今のところ見受けれないですね。今日は9時頃から揚げ潮に変わります。で、今朝の6時半ぐらいなんで、8時ぐらいまでほとんど潮は動かない潮見法になってたんで、なかなか初めの方は厳しいんじゃないかなとは思います。電気浮きだらけです。すごいな、端から端まで結構人がいますね。皆さん今日平日ですよ。今日ぐらいしか天候が良くないんで、また明日から結構天気が崩れる予報です。初めの方は手返しよくやっていきたいと思います。後ろから吹く風なんでだいぶ飛びますね。自分にとってはありがたいです。ちょっと明るくなってきましたね。隣の方がなんかヒットしたのかな。丸々じゃないですか。ハマチっすか。いや、でもいいじゃないですか。めちゃめちゃ綺麗なハマチですね。おめでとうございます。ありがとうございます。自分も頑張ります。さっきの釣れた方はそんなに遠投してなかったんですよね。手前の方なんですかね。手前の方に投げてやってみようと思います。この暗い時間でも釣れるんですね。ドキドキしてきました。さっき釣れた方はだいぶ流していたと思うんで、流しつつやってみようと思います。ちょうど潮目のところに投げることができました。来そうな感じがするんですけどね。お、来ました。はい、丸々太ってますね。いや、いいなぁ。なぜ自分だけ来ないのよ。今釣れた方は遠投したら来たって言ってましたね。チャンスはあるんでしょうけど、物にできないという、突然来そうな感じもしますけど。お、入った。軽かったんで、サンバソをゲットしました。めっちゃちっちゃいけど、浮きがピコって入ったんで、お、青物じゃねえかなと思ったんですけど、全然違いました。サンバソです。こちらをリリースしたいと思います。なんで両隣青物連れてるのに自分だけサンバソなんだろう。笑えてきましたね。見た感じ遠投する方もいれば手前でやったりする方もいらっしゃいますね。浮きが入って
て出てきたように見えたけど、見間違いですかね。潮も左側に動き始めましたね。まあゆっくりではあるんですけど、餌を撒いてまだ餌取りらしき動きはないですね。そこかご以外にもルアーを投げている方がいらっしゃいますね。おお、カツオじゃないですか。やば、めっちゃいいじゃないですか。いいなぁ。カツオとハマチが釣り始めてますね。結構船が今日は垂れ来たり激しいですね。回収中になんか来てるな。サンバソウでございます。今日サンバソウばっかりだな。またまたちっちゃいな。これはこちらもリリースしたいと思います。今日はもしかしてタモ入れ要因なのかもわかりません。餌がなくなっております。チャックリも人多いですね。右側に固まっていらっしゃるように見えます。それだけは勘弁してる。おー、タイ。まだイが釣れました。このひらよりちょっと大きいわですかね。よっしゃー、やりました。サンバソウだけかと思ってましたらタイが釣れて、青物は全然最近自分釣れないです。でもやっぱりこう棚をまめに変えていったら魚種も変わりましたね。ゴミかあれ。一瞬亀かと思いました。風もなくなりましたね。釣りがしやすい環境になりました。海面を結構小魚跳ねてますね。何か追われてるっていう感じではないですけど、今の時間休んでる方が多いですね。棚を一広浅くしたら餌が残って帰ってきました。あんだけサンバソウが触ってきたんですけど、こうやってのんびり釣りするってのもいいですね。海面もだいぶ穏やかになりましたね。海面がゴミだらけですね。藻がすごいあります。ただアジの姿がないですよね。アジがついたらそのまま泳がせも面白いと思うんですけど。入った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 。よっしゃ、入った。多分青物だと思います。おー、あ、バレましたね多分。マジ手前でバレましたね。針外れですね。うわ最悪。うわーマジで。今日はこれっきり当たりがないような気がします。いや今のはショックだな。キングが甘かったんかな。悔やまれる。ご飯にしたいと思います。焼きビーフめっちゃくちゃうまそう。ちょうど今何もない状態なんで、今のうちに腹ごしらえをして後半に備えようと思います。うまそう。いただきます。うまい。この焼きビーフン食べて後半また頑張りたいと思います。ということで、あれから当たりがないので、自分の釣りをしているところ以外でどんな釣果があるかちょっと聞いて回ろうと思います。えー、でかっ。ハマチですか。ハマチ。ハマチとガツオ。スマ、スマ、スマガツオ。朝ですか。朝。あれからどうです。全然だね。あれから全然やっと餌ばっかり取ってから。じゃあ朝だけって感じですか。朝だけ、うん、10時頃までの勝負。餌ばっかりやって、今度回ってくれば回ってくるかも分からない。おめでとうございます。いやいや。おお、スマガツオが3ですか。3ですね。とタイガー2枚。タイガーもう一匹やつ。血抜き中のやつですか。すごいですね。朝ですかやっぱり。朝ですね。やっぱり結構遠投して。そうですね。潮もなんかほとんど動いてなかった。動いてない。
すみません、ありがとうございます。何時までですか？あ、僕12時です。僕らも帰ります。まあこんな状況ですからね。こんな状況なんで。そうですよね。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょこちょこと連れてるみたいですね。なんで、まあ、場所はそこまで関係ないのかなと思いました。ということで帰ってまいりました。釣れたマダイを使って本日はタイのお茶漬けを作っていこうと思います。では本日も調理スタート。釣れたマダイがこちらですね。今から3枚におろしていこうと思います。タイを調理するのも久しぶりですね。結構鱗が飛びますね。はい、では鱗オッケーなんで洗い流します。じゃあ頭を落としていきます。で今からこの身を切っていこうと思います。ではマダイにつけるタレを作っていこうと思います。まずは料理酒。醤油。すりごま。すりごまは多めがいいそうなんでちょっと多めに入れます。ここで混ぜて、ここにマダイを入れたいと思います。ごまの香りがめちゃめちゃいいですね。こんな感じです。これでしばらくつけておこうと思います。はい、ではご飯も炊けたのでこのご飯の上にマダイを乗っけていこうと思います。あとは海苔、わさび、昆布で取ったこちらのだし汁をかけていこうと思います。完成しました。ではいただこうと思います。ということでできました。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。本当は海苔とかも刻んである方が見栄え的でいいと思うんですけども、食べてみようと思います。あ、匂いも最高です。いただきます。まずはわさびを混ぜてマダイ。お、うまっ。しっかりとタレが染み込んでます。結構時間を置いたんでめちゃくちゃうまいです。でなおかつわさびと相性がめちゃめちゃ合います。ご飯もうまっ。海苔もめちゃめちゃうまいな。やっぱりお茶漬けには海苔が合いますね。でなおかつマダイとの相性も最高です。うん、しかも結構ガーって行きたくなりますね、お茶漬けって。そんな感覚です。うん、まあ、マダイのお茶漬けなんで朝にもいいと思います。あっさりしてて、お酒飲まれる方はお酒の締めなどにも最高だと思います。これはまたハマりそうですね。ごちそうさまでした。美味しかった。今日は久々の浜田の西沖ハトに行ってみたんですけども、人がすごかったです。めちゃめちゃ人がいたんですけども、まあ、その中で自分の周りではハマチが釣れたり、あとはカツオが釣れたりしていました。しかも本数も、まあ、聞いたところによると 3,4 本あげてたりとかしてたそうなので、なのでまだまだ時期的にはいいんじゃないかなと思いました。自分の釣果はアンモノは釣れなかったんですけども、浮きが入る回数が非常に多かったりとか、そういう面ではすごい楽しめました。次回はそれなりの釣果を出したいかなと思っております。ということで本日の動画はこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。